全部できて、屋根も全部つきました。ちょっとまだ一部ね、ちょっとビスがついてないところもあるんですけど、こんな感じで前のここのトタンも全部貼れて、あとあの一部だけちょっとトタンが足りなかったので、あの一部だけトタンを買ってきて、今日やる作業は外壁はね全部もうついたので、まあ一部ね左奥とかちょっと材料足りなくてついてないとこがあるけど、他はね全部もうついたので、あとはこの入り口の手前、入り口の手前っておかしいね、入り口か、この一番手前は入り口のね観音開きの扉がつくようになるけど、この上のところ、上のところを今からまたここにも鉄板をつけて外壁つけてきます。今つけてるのがこれが入り口の扉がつく枠、これが枠の枠じゃない扉の枠になります。で、一人で作業なんで、またお得意のクランプを使って、このクランプに乗せて、板が落ちないようにしています。水平器で水平が出てるかね今見てるんですけど、この扉がつくところが水平じゃないと扉がしっかりつかないので見てるんですけど、右のクランプの方をねちょっと下げてるのが多分今わかると思うんですけど、これね針もまっすぐちゃんと測ってついてるはずなのに、こっちがこんだけ下がるってね、さすが素人って感じですよね。まあ、もちろんこの木の反りとかもあったりするけど、でもこの長さでこんだけ木が反るってあるっていうぐらいね、やっぱレベルが違うんで、この辺はねやっぱり素人仕事だなと思います。それともう一つ、この今扉の枠にしようとしてるこの木自体もね、これ杉の木を使ってて、これもホームセンターで買ってきた部材です。今回のこのカーポートを何だっけ、これガレージか、ガレージにするのはこれ全部ホームページじゃない、ホームセンターで買ってきた部材で作るっていうねことをやろうとしてるので、全部ホームセンターで買ってるんですけど、何しろホームセンターの木は物が悪くて、この枠自体もね反っちゃってるんですよね。だからそれも確かあったのかな、ちょっと作った時と今これ編集で喋ってるのがちょっと間が空いてるんで定かじゃないんですけど、確かねそんなこともあった。でこの木を買ってくる時にもうホームセンターで木を並べて、もう何本が並べたかな、2、30本並べてたかな。でその中で沿ってなるべく沿ってない、ね、木を探してきたんですけど、それでもやっぱ沿ってたから、そんなね問題もあります。で上の梁のとこだけ、これは確かねヒノキを使ったのかな、上の3本の梁だけねヒノキが使ってあります。でここも直接ビスで留めるんじゃなく、まず
ドリルのビットで穴を開けてからビスで揉んでます。ビスで揉む、ビスで固定してます。この手前側もしっかりドリルのビットで穴を揉んでから付け替えて、ビスで固定してます。なんで穴を開けてからビスで留めてるかというと、直接いきなりビスで留めるっていう方法もあるんですけど、隅の方だとやっぱ木が割れてくるっていう可能性があったりとか、まあ、あとは直接ビスで留めようと思うと位置がずれちゃったりする可能性があるので、なのでしっかり穴を開けた後にビスで固定してるっていう理由があります。で、反対側もしっかり本留めをして、しっかりついてるかね、まだ真ん中はしなるんで、ここを真ん中も後から留めるんですけど、まずは今水平を測ってます。 OK。 今当ててるのは、これは扉が閉まった時に扉がそれ以上向こうに行かないように止める木をどうやってつけようかなって考えているところですね。よっしゃ、で前側もしっかり木をつけるところがついたので、前側にも今からトタンを張ってきます。で、ここは後ろ側、今画面見て一番奥側のところもそうなんだけど、このカーポートのこの R に沿ってつけていかないといけないので、今からこれを微調整しながら鉄板を切って加工しながら貼ってきます。こういうのも段ボールかなんかで型を取ってやるととても楽です。これ僕それをやらずに直接本当現物を当てながらちょっとずつちょっとずつ切ってやってったんで、すごい時間がかかるんですけど、厚紙とか段ボールとかで型を取ってやることをおすすめします。その方が多分作業はねかなりスムーズ。多分これそれをやるのがめんどくさくて直接やってるんだけど、そっちのがね楽だよ。で、これ今鉄板を切る作業なんだけど、一個一個切って加工してやってます。で、ここの加工の時もね、ハサミを2本しか持ってないので、もう加工がねめちゃくちゃ時間かかっちゃうんですよ。なんでこういう時もハサミの種類をねあと最低でも1本ぐらい増やしておくと加工がとても楽です。
で今原寸で現物で当てたところ測ったところを鉄板に毛がいて、で R はフリーハンドで書いていくっていうね、もうほんと段ボール使って型を取れって感じだよね。しっかり段ボールで型を取らないんで、もう何回も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 当てて切って当てて切ってっていう作業を繰り返して、それでもまだ取り付けれないんですよ。右側をまだ切らないといけなくて、それと長さもこんなに必要がないので、長さも今毛がいているところで切ります。この長さはさっき取り付けしたこの梁の下につけたね、この木の上にこの鉄板が乗っかる形になるんで、今そこでちょうどのところで毛がいて、ここで今からカットしていきます。でこの柱の太さを測ってるのも、この今先についているこの波板に対してちょっと鉄板をここだけねかぶせるので、何センチかぶせたらいいかなっていうのを測ってます。なんでかぶせるかというと、ある程度かぶせとかないと雨が降った時にね、横殴りの雨が降った時に下から水が侵入してくる可能性があるので、なのでかぶせるようにします。で毛がいたサイズを鉄板の方に毛がいて、でまたカットする。で最後のここだけかぶせるところね、かぶせるところだけ残して、やっとカット完了かな。これですんなりついてくれたらいいよね。でもまだ右の方をちょっと加工しないといけないんだよね。ほんと段ボールで型取った方が本当にいいと思う。ほんとね、段取りの時点で横着をすると、だいたいね、こうやって現場で時間を食うっていう、無駄な時間をね。だからもう手間だなと思うところをしっかりやっとくと、作業がすごいスムーズに進むっていうね。もう何でもそうだよね。本当段取り8割って言うけど、本当にまさにその通りで、こういうとこで時間がかかります。今切ってるところはまたちょっと細かい、こういうところは現場でこうやって当ててみて、原寸でね型を取るのがいいです。こういうのを段ボールでやるとね、たまに失敗したりするんで、まあ、プロの人はねこういうところも一発でそうやって決めていくかもしれないけど、素人なんで本当こういうところは慎重にやっていった方がいい。また何度も何度も何度も当てて切って当てて切って細かい調整して、で今本当最終的な細かいところを切って、やっとピタッと決まった、よしって言って、この時も本当よしって感じ。Thank you.
これでビスで揉んでついたね。ここに来るまで長かったな。動画だとね15分とかだけど、ここに来るまでに、ね、多分、ね、1時間ぐらいかかってると思う。1時間はかかったね、鉄板当たると切れるからね、危ないからね、今の危ない。でまた鉄板のハサミを使ってまたちょっと上を切ってるんですけど、ここは波板のポリカ板が上に乗っかってくるところなんですよ、屋根がつくところね。なんでそこの屋根に当たらないようにちょうどね木と面ぐらいのところで切って、ポリカ板が上に来ても邪魔にならないように物を切ってます。物を切ってる、うん、鉄板を切ってます。やっと2枚目、ほんと1枚目1時間半ぐらいかかったかな、そこやるだけにね。ほんと2枚目も今当てて毛がいてまた鉄板を切っていくんだけど、ここもね段ボールを使ってやれば早いんだけど、段ボールを使ってやっても、まあ、1回でねドンピシャで決めようとしずに慎重にね何回か、まあ、3回ぐらいとかに分けてね、3回5回ぐらいでやった方がいいのかな、まあ、プロの人はね本当多分早くやっていくと思うけど、まあ鉄板をいきなり切りすぎちゃうと戻すことはできないけど、大きい分だったらね切れば合わせることできるんで、切りすぎちゃうと元に戻せないっていうね、そういうところがあるんで、なんでちょっと大きめ慎重に作業を進めた方が失敗は少ないかな。時間はかかるけどね。2枚目も1枚目と同じように切って合わせて切って合わせてっていうのを繰り返して取り付けしていきます。で日も陰ってきたんでこの日の作業はここまでかな。もうこれ以上暗くなるとね見えないんでここで終わりです。ずっとちょっと取り忘れてたんですけど、前のここのトタンも全部貼れて、向こう側のトタンも全部貼れました。でこっち側の外壁も全部できて、屋根も全部つきました。ちょっとまだ一部ねちょっとビスがついてないところもあるんですけど、こんな感じで、でここの角はこんな感じで処理しちゃいました。であとはこの窓つけて、向こうも窓つけて、あとあの一部だけちょっとトタンが足りなかったので、あの一部だけトタンを買ってきてつけたら外壁はとりあえず全部完成かな。と今からこの入り口の扉の作業に取り掛かっていこうかなと思います。でこれでまず扉は完成、しっかり組み上がりました。